1分ぐらいで1位になったりします。で、コピーライティングを学ぶにはってことで、知識なしで稼ぎたいという方からのご相談ですね。海外移住された方です、これも。コピーライティング、セールスライティングを学びたい、セールスライティングで稼ぎたいですと。で、その方法、手段を知りたいですってことなんですけども、まあ、知識なしでってことなんですけども、まあ、ある程度基本的な知識っていうのは必要だとは思います。ただ、その知識もですね、つまみ食いでですね、ブログ、まあ、Google 検索で調べながらつまみ食いでやっていくとなかなかうまくいかないので、まあ、最初、ある程度ちょっとお金かかってしまっても個別コンサルというのをお勧めしています。そこで、まあ、セールスライティング、コピーライティング、ただ、この、コピーライティング、セールスライティングをテクニックとして、上辺のテクニックとして教えるメンターがいたらそれはちょっと違うなと思うので、本質、マーケティングの本質を教えてくれるメンターっていうのを探すっていうことがいいと思います。その中でコピーライティングの、まあ、本当に基本的な